ドナルド・エドワード・ウィルソンは、アメリカ合衆国、ルイジアナ州、モンロー出身の野球選手。1964年シーズン前に、ヒューストンコルト 45S と契約し、1966年から1974年に、かけて、アストロズに在籍した。1967年6月18日の、ブレイブス戦で15奪三振を記録し、ノーヒットノーランを達成。 1968年7月14日のレッズ戦では球団記録となる18奪三振を記録。1969年5月1日のレッズ戦で自身2回目のノーヒットノーランを達成。同年、自己最多の235奪三振、最多タイの16勝を記録。1971年にはオールスターに初選出を果たした。 最後の当番となった1974年9月28日のブレーブス戦では5対0で完封勝利を記録した。しかし、1975年1月5日、ヒューストンの自宅のガレージの自家用車内で一酸化炭素中毒により死亡しているのが見つかる。29歳没。検視ではウィルソンに、 血中アルコール数値があり、ウィルソンは飲酒運転して帰宅したとされ、車内で泥水してしまったところで、自動車に故障が発生して、排気ガスが、元の一酸化炭素が、車内に充満したことが死因と結論付けられた。また、この事故で、ガレージそばの寝室で寝ていた長男が同じく一、酸化炭素中毒で死亡。 長女と夫人は別の寝室で寝ていたことが幸いして、辛くも命を取り留めている。ウィルソンの背番号40。ヒューストン・アストロズの永久欠番に1975年指定。ウィルソンの死去を受け、アストロズは、ウィルソンの背番号40を、同年4月13日に永久欠番に指定した。